エビエ引山祭りは、富山県伊水市エビエ地区にて、毎年9月23日に行われるは、新港大橋の開通イベントに合わせて9月22日に行われた、江戸時代後期より続くエビエ鴨神社の周期礼大祭で、三越渡業3期の引山グブが行われる。エビエ地区は、江戸中期より明治にかけて、沿岸漁業と北前船交易が盛んだった町で、 引山祭りは、五国宝穣と大量を祈願した祭りである。三季の引山は、エビエの市街地を、拡張揃いの発碧姿の若種手によってそれぞれ、やさかがなまった、えんやさえんやさ、イやさあやさあ、よいやさあよいやさと異性のいい掛け声のもと言う,うに、引き回される。昼には花山、夜には、ちょ山さんとなって、夜空をほのかに染めながら、最後は角、引山が、 町内引きに入り夜半まで引き回される。祭礼の創始はよくわかっていないが、西町の引山が1841年に創建され、その後、中町、東町と順次引山を制作し、現在の姿になった。引山の構造やお囃子などにおいて、北条津の引山との類似点が多いが、これは、北条津地区より後に引山ができ、地理的に、 北条津地区が近いことから大きな影響を受けたものと言える。3期の引山は1977年9月1日、エビエカモ社再礼引山社として、伊水市の有形民族文化財に指定されている。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。2019年3月には、引山祭りやエビエ地区の獅子舞などを紹介する。 エビエ祭り資料館が開館した。三期の引山は、北条津引山祭りの引山と同じように断じりに、鉾柱を立て花傘をつけた、花鉾山である。上山と下山の二層構造で、上山中央の鉾柱の上部には、ヒゲコと言われる竹籠をつけ、その周りに三色の和紙でできた菊の花をここつけた、先竹を放射状に広げた花傘の鉾山で、柱の先端には、 標識と言われる鉾留めがついており、王様と言われる御神体を備えている。また、全人形と言われるからくり人形が備えられている。下山には万幕、または、ミスがかけられている。夜には、約200から300もの超鎮をつけた、超鎮んとなる。車輪は四輪の第八車用式で、板車、または、夜車である。引山三期に備えられた全人形は自慢の、 カラクリ人形であり、中でも西町の東猿童子は人形師の七代目、玉屋翔平作の本カラクリ人形の傑作で1979年に新調され、小太鼓を叩きながら歩いたり走ったり、顔が一瞬でカラコヤサルの顔に変化するもので22本の絹糸を操作して作動させる。また、中町のカラクリ人形、カラコ懸水回転も七代目、玉谷翔平作である。 1980年4月には東京の銀座松屋で行われたカラクリ人形世界展に出展、実演を行った。夜に3期が一堂に会して共演する時間がクライマックスになっている。引山木有りなどが各町内から披露されるのだが、この時必ず北島三郎の禁断のデビュー作、文画茶説、作詞、星野哲郎、財布、 船村通る、編曲、船村通る、が披露される。もともと各地に小柱起こし木やり歌や雨起こし、木やり歌が伝承されているが、船の近代化、漁の機械化に伴って、これらの歌も歌われなくなってきている。ここエビエでは、現在も、明治末期の木やり歌が、引山木やりとして伝承され、祭礼当日に、からくり人形の実演と共に3カ所ほどで披露される。 2019年3月24日完成した、エビエ引山祭りとエビエ地区の獅子舞などを紹介する資料館である。中央の資料館を挟んで両側に中町と東山の山倉がある。なお、西町は2017年9月に独自によそに山倉を建設している。資料館には山頂の引山の紹介、はっぴなどの展示、獅子舞の紹介と獅子頭などの展示、また、 地元に継承されている郷土、民族資料の展示がされている。2018年5月初旬には、引山屋市姉妹を展示する、エビエ祭り資料館の建設を、イ水市エビエ地域振興会が公表。エビエコミュニケーションセンター敷地内に2021年3月完成を目指し、2018年6月着工した。広さ約170平方メートルで、総事業費は、 1> 約一億円である。ありがとうございます。